はい、というわけで、あともう何分 ?5 分ほどで放送が始まるんですけど、今日はね、放送の中で、47都道府県クイズというか、まあ、こうやるんで、僕はてっきり放送前に筆記でやると思ってたら、ね、まさかの、ということで、放送中の様子もね、撮影して、その様子をお届けしますので、本当にカロリー数高いよ。マジで。どんな形式なのかっていうのもね、ぜひ。いや、とんでもない。お楽しみにということで。今までラジオでない形式だと思う。かもしれんね。やる必要あるのかみたいなのもあるんですけど。はい。それな。ぜひ皆さんお楽しみに。お楽しみに。時刻は午前4時を回りました。もう4時。はい。FM 横浜バズスタジオ、今夜の DJ は、あゆえちあきと、昴生です。おお、いい声。よろしくお願いします。はい。続いてはいよいよ私たちの名誉挽回になるか47都道府県スクワットクイズ。さあどっこいちゃうわ。何やこれ、スクワットいらんだよな。今回私たちはですね、3週間まるまる生活にて、はい、47都道府県を暗記するという企画に挑戦してきました、はい、また勉強、はい、今回は事前のテストではなく、うん、放送中に早押しでクイズを行い、正解数を競います。まさかの早押し形式。放送中ですよ、まさかの。ただしですね、ただしタイトルにもある通り、はい、回答権はスクワットを10回することで与えられるというハイブリッド型のクイズとなっております。深夜4時に何をさせるんやっていうね、はい、ちなみに不正解の場合はですね、はい、再度スクワット10回。ああ、もう一回10回やれば、もう一回回答権を得られるってことですよね。うん、4時過ぎだぞ。何回でもスクワットやったら、とりあえず答えはできる。そうそうそう、答える権はもらえるよっていう。さすが筋肉コンビの企画でございますね。確かに。はい、俺らじゃなきゃ成立しないもんな。そうだな、みんなできないな、うん。というわけで、じゃあちょっと準備しますか。そうですね、スクワットする準備をしつつ。ああ、怖い怖い。さあ、じゃあ、まあ、ちょっと。いきますか。はい。はい。早速やっていきましょう。それではやっていきましょう。47都道府県スクワットクイズ、はい、第1問。ちなみにですね、はいはい、このスクワットクイズを出してくれるのはスタッフ、はい、スタッフの森博士が出してくれるそうなので、お願いします。はい、はい、お願いしたいと思います。ここの、ね、主体は僕が担当したいと思います。よろしくお願いします。すごい声がね、若干こんな感じになっていいと思います。はい、では第1問お願いします。お願いします。四国の4県すべてお答えください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、はい、じゃあコーディングからいこう。はい、愛媛、香川、徳島、高知。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あぶね。結構同時ギリギリでしたね、タイミングとしては。いや、でもちょっと一個私間違えてたわ。嘘。何やねん。なんか、うん、でもまあそれはそれで。よしよしよし。こういう感じですね。オッケー。確かに出題形式もまだ分かってなかったから。こういう本当にスクワットをしながらの形式となっておりますので、はい、なかなか回答するまでに時間がね。それではじゃあ第2問お願いします。よしよし、掴んだよ。はい。はい。第2問。九州の最南端にある県は。1、2、3、4、5、6、7、8、9。いや、明らかに俺の方が遅い。鹿児島。これは。はい、正解。これは。やった。早いもん勝ちだ。嬉しい。1対1ですよ。え、ちょっと待って、私答えられた。明らかにあれだな、スクワットのスピードが。答えられたよ。お母さん、ね、私正解したよ。やましい、次行くよ、次。はい、はい、第3問。お願いします。石川県と新潟県の間にある県は。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、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 小瀬くん。はい、富山県。ねえ、わかっ、さあ、ちょ、ね、待って、わかってましたよ。あ、ね、これは本当に、わかってた時ってめちゃくちゃ悔しいです。でも結構危ないです。そして、ゼハ入ってきて。乳酸が溜まってきております。すごい、熱くなってきた。いいですね。もう残すとこ、あと2問ですかね、これもしかして。まだいっぱいありますか。あ、めっちゃある。ちょっとセーフティーリード取ってきたですね。あ、よかった。お願いします。あ、違うわ、めっちゃあるやん。はい、第4問お願いします。鳥取県と京都府の間にある県は何？はい、佐藤。あ、ちょっと待って。はい、1。あ、待って。2、3、4、5、
6、7、8、9、はい、10。和歌山県。はい、行きます。はい、小瀬くんどうぞ。島根県。あ、違うか、和歌山。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、小瀬くん。京都と、鳥取の間ですよね。長いな。大阪。あ、そう来たら、はい。はい、じゃあ、いけね。奈良県。違うやろ。違うやろ。奈良じゃないやろ。そっか、あそこはこうなって、こうやってくっついてんだ。はい、1、2、3。問題お願いします。問題聞いて。あ、はい、いやいや、そうか、これもうまだ答えられてない。そうだよ、なんか言うの。ダメなんだ。正解だとだ。え、絶対出ない。8、9、10。はい。いきます、これ。いきます。あ、違うな。違うわ。違うわ。滋賀じゃないですか。あ、ちゃうわ。何やったっけ。はい。あかん。絶対違うんだよな、でも。岡山。岡山、その下なんだよ。そう、そうなのよ。下なんだよ。岡山。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。やばいね。鳥取と。あ、千秋姉先ね。あ、マジか。まさかのですけど、石川県。のもう一個下じゃなかったっけか。はい、昴生君どうぞ。ちょっと待って。あそこな、あそこな。佐賀。お、佐賀はちなみに九州。そうなんだな。滋賀言ったもんね。じゃあこの問題流しませんか。もう無理。あと一回回答権、ラストもう一回ずつ。行きましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。いいっすよ。言ったっけ。富山。ああ、何今のため。富山の。当たってんのかと思った。もうちょい先の石川よりももうちょい先の京都と鳥取の間の、だから、あ、結局のところ、答えっていうのが、あれですよ、あの県ですよ、あれが美味しいところ、あれが美味しいんですよ、あの県は。長いな。タイムアップ。タイムアップしてしまった。パスです。すいません。あかん。はい。答えは、兵庫県です。兵庫全然1ミリも出てきてなかったな、兵庫。それだ。聞いてしっくりくんの？兵庫だ。くそ、しっくりくるの？今、高生千秋。ゼハーですよ。ありがとうございます。の勝ちですね。ありがとうございます。もう一点リードしておきたいですね。じゃあ、最終問題行きましょうか。最終？もうなんか、もうあれやん。あれ、大丈夫かな？もうパンパンよ。はい、最終問題は、青森県に隣接している2つの県は。あ、来た、勝った。1、2、3、4、5、6、7、8。あれちょっと違くない？はい、ちょっと違くない？秋田県と岩手。あ、いったー！ほら、勉強したかい。ありますよ、これ。マジか。はい、これ同点になったんで、じゃあ同点になりましたね、はい、です、はい。これはもう一問出てしまう。なんていい勝負になってしまっている。じゃあ、最後の問題行きましょう。白黒つける。中国地方をすべて答えなさい。終わったー。ちょっと待って、中国地方ってどっからどこまでが中国地方かわからん。中国地方とは、中国地方とは。よし、山間で行こう。行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
ちょっと千秋ね待ちますね。はい、ごめんなさい皆さん、リスナーの皆さん、まあ、でもあれですよ、今そこ10回やってもまた先に僕回答しますけど、僕が正解したらあなたその10回無駄になります。いきますよ。はい、どうぞ。全部でね5件あるんですよ。そうね、島根、鳥取、はい、山口、はい、広島、はい、岡山。うわあ、お見事。しゃあ、はいはい、まさに今膝から崩れ落ちた。いやー、マジか。しゃあ、ちょっと待って。はい、以上で47トークスクワットクイズ終了です。正解数改めまして、はい、リザルト、2問正解。いやー、よく頑張ったね。君が3問正解。ありがとうございます。ありがとうございます。47都道府県スクワットクイズを制したのは昴生君でした。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいよ。これはすごい。ね、10回の。2人ともちょっと喋る余裕が今。前代未聞でございますよ。そうですね。全くズルせずにがっつりスクワットやってますが、はい、もうあれだったらあれですね、この様子はノーカットで、ほぼほぼノーカットで YouTube にもアップしたいと思います。僕らがどんだけそのスクワットガチでやってたかっていうのもね。そうですね、はい、じゃあもう膝に来ましたね。膝にも太ももにもまさに膝っていうか、なるほどな、全体汗でちょっと服もやばいです。ちなみに最後のはい、中国地方、はいはい、その括り何そっからですね。はい。じゃあもう。ありがとうございます。中国地方勉強しよう。はい。下半身と脳を鍛える47都道府県スクワットクイズ。リスナーの皆さんもぜひお試しください。ぜひともお試しください。するか。では、呼吸を整えるために一曲、ね、ここでお聴きください。挟みましょう。クレバで47都道府県ラップ。はい、というわけで放送お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。いやー、気にしてここパンパン、もうちょ今この高さの椅子でやっとホッとしてる。いや本当にそれ、もう痛い、というわけで、まあもう動画上がってる頃には姉さんの罰ゲーム生活っていうのもまあ進行してて、ねえ、どうしよう、1日2発もイエーイ、1発でも結構大変だったの、まあ、でしょうね、でしょうね。まあだからそのいろんな人のギャグとかもオマージュしつつやらない、多分ネタ切れを起こしちゃうから、まあ、なんとかそのグレーな方を使ってでもなんとかその上げるっていうことをまず達成することじゃないですかね。あなたはいいよね本当にいいよね、言う方だもんね。まあ温かく見守ってますよ。これどうっていうのあったらくれ。あ、全然、じゃあネタの提供はしますよ。じゃあ多分ね、ネタ詰まりすると思う、後半本当に。はい、今回の47都道府県暗記生活はね、まあ、美容と僕の勝利と。いや、すごい。でも本当にね、最後最後綺麗に決めましたね。最後の5個、うん、5つ、はい、中国地方だって、中国地方全部バーって言えたのもちょっとかっこいいなって思っちゃったもんね。おー、なんか悔しかった。二度と同じことしたくないっていうのをもう一回やりたいまた膝回っちゃうからね。え、もう本当にスクワット嫌ということでね、ぜひ次の、生活の様子、ツイッターとかでね、上がります、3週間ケチ生活も動画上がってる頃にはもうね、進行してると思いますので、ぜひそちらチェック、それから、はい、毎週金曜日深夜3時半からバズスタジオ、こういうね、バラエティ豊かな企画やっておりますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。お願いします。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。